海軍軍人時代のロティ・ピエール・ロティは、フランスの作家。本名は、ルイ・マリー・ジュリアン・リオー。フランス海軍士官として、世界各地を回り、その航海中に訪れた土地を題材にした小説や、気候文、また、当地の女性との恋愛体験をもとにした、ロマンチック小説を多く書き残した。フランスのシャラント・マリティーム兼ロシュフォールにて、プロテスタントの一家に生まれた。 1866年、市役所の会計科主任だった父ジャンテオドールビオが、家から多額の株権が紛失した責任を取らされ、入国して失職。一家は、収入の道をたたれ、17歳の時、学費のかからない、ブレストの海軍学校に入学。ルボルダにて学んだ。海軍入隊後、1906年に大佐となった。1910年には、 予備軍に名を連ねた。彼の筆明は、彼が若い頃とても恥ずかしがりで、無口だったことに由来すると言われている。この説によれば、彼は、こうした性格のために、同僚たちから、ルロティニチなんでそう呼ばれていたのだという。しかし学者たちは別の説を掲げている。こちらによると、彼は、タヒチでそう呼ばれたのだという。タヒチで彼は火に焼けて、 ロチと呼ばれたが、彼は、R がうまく発音できなかったので、ロティにした、というのである。彼には、自分は本なんて読んだことがないと言い張る癖があったと、発言している。しかし友人たちや知人たちは、それが事実でないことを証言している。また彼の蔵書からも、同様のことがわかる。多くの書物が、ロシュフォールの彼の家に残されているからである。 1876年、仲間の海軍将校たちは、彼が日記に書いたイスタンブールでの面白い体験の下りを、小説にしろと勧めた。それで書かれたのが、アジアでである。この小説は、ロティの作品によく見られるように半分ロマンスで半分、自伝である。彼は、海軍演習で南方の海洋へ進み、タヒチを去った、数年後、はじめ、ララフという名で、 ポリネシアの牧歌的生活を作品にして出版した。これはロティの結婚として再出版され、彼を広く世に知らしめた最初の本となった。続く作品がアフリカ騎兵で、これはセネガルでの一兵士の物悲しい冒険の記録である。1882年、ロティは4つの商品を集め、検体の花という壮大をつけて出版した。 1883年、彼は、より広く世間の注目を浴びた。その一つ目、彼は、熱狂的な喝采を浴びた、私の兄弟イブを出版した。これは、フランス人の海軍士官とブルターニュ人の水父の人生を描いた小説である。エドマンドゴスはこれを、彼の最も特徴的な作品の一つと表している。二つ目、海軍士官として、 鋼鉄館アタラント号に登場し、ベトナム北部のトンキンで任務についている間に、ロティは3つの記事をフィガロ紙に発表した。1883年の9月から10月のことで、ある。この記事は、トゥアンアンの戦いで見られた、残虐性についての報告だった。この行動によって軍から職務を停止すると脅され、これにより彼は、より広く、世間から注目された。 1886年、ロティは、ブルターニュの漁師たちの人生を描いた、小説、氷島の漁夫を出版した。エドマンドゴスはこの小説を、彼の全著作の中で最も有名で最も素晴らしい作品と評している。ロティは1885年夏に、フランスの戦艦トリオンファント号の海軍士官として、長崎に約1ヶ月滞在、いわゆる現地妻として、 日本人女性のお金さんと同性した経験から、小説、マダム・クリザンテームを表す。同年秋には、六名間のパーティーにも参加した。その時の見聞を、江戸の舞踏会に綴っているが、この中でロティはダンスを踊る、日本人を、しとやかに伏せたまつげの下で左右に動かしている、アーモンドのように釣り上がった目をした、体操丸くて平べったい、ちっぽけな顔。 個性的な独創がなく、ただ自動人形のように踊るだけと表現した。おキクさんは、西洋人が日本に対して抱くイメージに、一時期大きな影響を与え、ラフカディオハーンの来日に一役を演じたり、日本に憧れていた、フィンセント・ファンゴッホはもっぱらこの作品から、日本人の生活についての情報を得ていたという。おキクさんの冒頭にも日本人について、 なんと醜く、いやしく、またなんと、グロテスクなことだろう。という一説があり、ロティは、日本人に対して、別紙の念を抱いていたという評価もある。アンドレ・メサジェが小説、お菊さんを原作として歌劇、お菊さんを作曲、1893年に、パリで初演された。他の日本を題材とした作品。 大梅メが三度目の春は1900から1901年に再来日した折の作品である。オ梅はロティが1885年に来日した際に同棲したお菊さんの義母。ロティは1885年8月7日付の長崎から命に宛てた手紙の中で私は相変わらず退屈している。この国に関心を持つためできることは何でもしているんだがダメだ。 何もかも私をうんざりさせると述べていたり、お菊さん執筆中にある友人に送った手紙には、大金の入る仕事だ。小説は馬鹿げたものになるだろうと書いている。クロード・ファレールは、ロティは、日本を少しも理解しようとはしなかった。彼は日本をただ眺めただけだという記述を残している。日本と、日本文化に対し、 ハーンやモラエスのように真の愛情と情熱を持っていなかった。芥川龍之介はロティに大いに関心を持ち、ピエル・ロティの詩という文章を書いたほか、江戸の舞踏会に題材を得た小説、舞踏会を、さらに、三島幸夫は、ロティと芥川に影響を受け、擬曲、六名館を執筆している。ありがとうございます。